今日の玉鷲戦は距離を空けたくないということですか。そうですね、やっぱり今まで通りの立ち合いをすれば自分の相撲、負けることはないと思いますけど、はい、そのぐらいやっぱり立ち合いが厳しいので、あまり考えてしまうと足が出ないので、初優勝を決めた相撲がありました。あの時は右を差して左の前回しを引いて寄り切り。まず一つ序盤、5日間は5連勝で乗り切った豪栄道、今日から中盤。小結玉鷲の挑戦を受けます。玉鷲は今場所1横綱1大関を倒しています。手が伸びるとこの玉鷲、突き押しに威力を発揮します。制限時間いっぱい、豪栄道の6日目。ここまで豪栄道引きつけてきた綱取りの小結玉鷲に敗れました。一横綱二大関を倒したことになります。中に入ろうという豪栄道でしたが、一徳さん、立ち合いはどうだったんでしょうか。はい、当たった後の足の送りですね、そこで少し止まってしまいましたよね。足が揃ってしまいました。あれはもう一歩前出て行けば状態も上がらず前に落ちたと思うんですけど、ここで中に入ってこの突き落とし強かったですね。こういうですよね、はい、突き落としが強い。向正面の西岩さん、はい、今日の相撲豪栄道はいつものようにいい立ち合いだったんですけども、はい、それを上回る立ち合いを玉鷲はしましたね。頭でかましていきましたね。玉鷲にとっては非常にもういい当たりの立ち合いでしたね。はい、そして豪栄道最後中に入ったんですけども、あそこで回しを引けなかったですよね。回しを引いてない分突き落としを食ってしまったと思いますね。当たって少し今場所初めて大江戸され引く場面が出ました。そうですね、それぐらい玉鷲の当たりは強かったですね。いや、玉鷲が西岩さん今場所元気ですね。元気ですね。びっくりしてございます。ありがとうございます。綱取りの大関を破りましたよ。いかがですか。はあ、気持ちいいです。もうこれ以上気持ちいいです。やっぱ立ち合いからの流れはどうだったんですか。あ、よかったですね。しっかり見て一瞬危なかったですけど、小月押しを曲げたんで、その粘りが残って、それは勝ったですね。と、もろ差しになられて、そこからの突き落とし。そうです。いや、もう全部できた。なんだよ。今、息吐かれて、まあやるとき、思い切ってやろうかなと思って。立ち合い仕切りを重ねているところで睨み合いもありましたが、あの時の心境ってどうだったんですか。いや、今日も後半戦ですね。いや、
これで一横綱二大関撃破ですよ。いかがですか。いや、そうですね、よかったですね。この後のいい流れにつながっていくような気がするんですが、この後への抱負どうでしょう。まあ、まだ自分の相撲を戻して一方で前でいる相撲を取りますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。玉鷲関でした。